3年の冬の話。1年の頃は先輩に憧れてついて回った。2年の頃は先輩が俺を遠ざけ始め、俺も無理に追いかけなくなった。そして3年、先輩はあまり俺に関わらなくなった。俺もなんだかんだ独り立ちし始め、何かの相談の時くらいしか先輩に頼らなくなった。それは先輩の思い人に対する感情を自問した時からだったか、それとも先輩の引き連れる狂気に恐れをなした時からだったか、今となってはわからない。あるいは両方だったのかもしれない。いや、両方だった多分。とにかく当時先輩は常識と正気から遠く離れていたし、俺は先輩にどこか気まずい思いを感じていた。そんなある日、先輩に対する気まずさのその原因である陽子さんが俺の家を訪ねてきた。一応住所は教えておいたのだが、まさか本当に来ることがあると思っていなかったので、俺はかなり焦った。母さんと弟が、あいつが女の子をうちに呼ぶなんてみたいなことを言って騒いでいる。バタバタと玄関に向かい、ドアを開ける。こんにちは。あ、どうも。とりあえず上がります？散らかってますけど。陽子さんは首を振る。いい、違う。ちょっと話を聞いて。どうやら急ぎのようだ。よく見るといつもの私服と感じが違う。とりあえず着てきたようなちぐはぐな感じだ。襟元が着崩れて鎖骨が見えている。どうやら相当慌てたらしい。何ですか話って。陽子さんはそっと目を閉じて覚悟を決めたように言った。あの人がいなくなる、夢で見たんです。俺は自転車を漕ぐ。荷台には陽子さんが乗っている。二人乗りは初めてのようで、腰を必死に掴んできた。夢でってあれですか、例の。俺は後ろに話しかける。うん、多分そう。たまにあるんだけど。陽子さんは見える人だ。幽霊がとかにとどまらず、人の視界や過去や未来が、それはコントロールできるものでないから、本当に未来のことか、それともただの夢なのかは陽子さんの感覚でしかわからない。こぎながら脇を通して後ろを見てみる。足、後輪の軸のところに乗せてください。ちょっとガニ股になっちゃいますけど、バランスいいですから。で、どういう夢なんですか。ブラブラさせていた足を軸に乗せるのを確認して前に向き直る。陽子さんは少し声を大きくして答える。私があの人に会いに行く夢。歩いてあの人の部屋の前に行くんだけど、部屋の中には誰もいないんです。はっきりしない。ただの夢のようにも思えるが、陽子さんはただならぬものを感じたようだ。俺は足に力を込める。揺れるんでしっかり捕まっててください。目前の信号は赤に変わろうとしている。体重をかけて加速して俺はギリギリで走り抜ける。先輩がいなくなる。あの人はやっぱりよくわからないから、俺たちに何も言わず去っていくこともリアルに感じられた。自分の意思で、もしくは何かから逃げるように。ギュッギュッとペダルを回す。いなくなるのはもう逃れられないとしても、せめて最後に一言でも。
なんだか泣きそうになって歯を食いしばった。コンビニの前を通り過ぎる。歩行者が前から来る。ギリギリのところをすれ違う。先輩、先輩。図書館の前を通り過ぎる。俺は全力でブレーキを握った。背中に体重を感じる。陽子さんが予期せぬ反動に耐えきれず前につんのめったのだった。どうしたんですか？背中に声が伝わる。あれ、先輩のです。図書館の駐輪場には古いロードレーサーが止めてあった。黒森のフレームに斜めに走る擦り傷が目印。デカデカとスペースを取って壁に立てかけてある。誰かから譲り受けたという先輩の自転車だ。俺が自転車を降りると陽子さんもよだつきながら降りる。お尻痛。風に飛ばされてボサボサの髪を手で直しながら図書館の入り口へ向かう。俺もその後についていった。会館という看板が出ている。入り口に手をかけて陽子さんの動きが止まる。いた。一週間分の新聞がストックしてある入り口すぐの休憩スペース。新聞を机にバッサと広げて座っている。あの顔色の悪い男は間違いなく先輩だ。陽子さんはその場でしゃがみ込んでしまった。よかった。俺は両開きの扉を開けて中に入る。先輩が俺に気づいて手を挙げた。よう、なんだ、息荒いな。どうかしたのか？驚くほどいつも通りだ。人の気も知らないで。俺は一発殴ってやろうかと思った。いえね、陽子さんが先輩がいなくなる夢を見たって言うんで、今急いで飛んできたんですよ。無駄足だったみたいですけど。そう、多分陽子さんは知らなかったのだ。先輩は冬が苦手だ。夏はどんなに暑くとも平気な顔をしているが、冬ちょっと寒くなると暖かいところへ逃げる。先輩のアパートにはエアコンがないから、公共施設、特にこの図書館、暖房の効いた空間をよく利用するのだ。陽子さんの見た夢は、アパートを訪ねたら先輩がいなかったというものだったらしい。つまり俺のところに寄らず先輩の部屋を訪ねていたら、やっぱり先輩はいなかったんだろう。何せ図書館に行っているのだから。おお、よちか。いや、やっぱり素晴らしい。陽子は詳しく聞きたいな。俺はなんだかどうでもよくなって先輩の向かいのソファーにボスッと沈んだ。ああ、いいですよ。それより入り口のところに陽子さんいるんですよ。なんか下手っちゃってて、行った方がいいんじゃないですか？先輩は入り口に一線をやり、ガラス戸の向こうの陽子さんを確認すると立ち上がった。おいおい、地べたに座っちゃって、スカートなのに。全くどうしたんだ？入り口に向かって歩く先輩を見ながら俺は苦笑する。そうだ、先輩がたとえいなくなるとしても俺にはきっと一言あるだろう。何せこの3年間俺ほど先輩の近くにいた人間はいないのだから。心配しすぎた。陽子さんの予知夢だってコントロールできないのならば外れることもあるのだ。先輩が陽子さんに何やら言い訳をしている。陽子さんはまだ下手ったままだ。こうやってみるとやっぱり先輩は陽子さんのことが好きなんだなと思う。それに先輩がいなくなると思い込んだ陽子さんの取り乱し方、やっぱりあの二人がお似合いだ。俺なんかの入る隙間もなく、先輩が陽子さんを立たせ俺のところに帰ってくる。
おい、お前が送ってきたんだろ、帰りもちゃんと送ってやれよ、ママチャリで。へいへいと立ち上がり、また新聞を読もうとしている先輩を置いて図書館を出る。扉に手をかけたとき、先輩が俺に言った。あいつの余地は外れないぞ、だからこそ素晴らしい。俺は鼻で笑って手を振った。帰り道、陽子さんはなんだか申し訳なさそうだった。騒がせてしまったことが少し恥ずかしいらしい。なんだかおかしくなって俺はクスクス笑った。陽子さんもちょっと拗ねたようにして、でもやっぱり笑った。陽子さんのマンションに着く。自転車を降り、髪を直し、服を正してから、またねと言って陽子さんは微笑んだ。数日後、俺は陽子さんから先輩が失踪したことを聞いた。